サッカー漫画キャプテン翼のゆかりの地葛飾区でキャプテン翼カップと題したサッカー大会が初めて開かれました。作品のファンという有名人チームの特別試合も行われ大会を盛り上げました。この大会はキャプテン翼の作者高橋陽一さんが暮らす葛飾区がキャプテン翼の街としてさらにアピールしようと開いたもので、地元の小学生チームなど都内近郊から12チームが出場しました。特別試合では主人公大空翼が活躍したチーム名をつけた葛飾区の社会人チーム南葛 SC と、翼のライバル日向小次郎のチーム明和のユニフォームを着た元サッカー日本代表北澤剛さんらの有名人チームが対戦しました。キーパーとか あのパントキックとかが迫力あった。2人のゴールデンコンビみたいにパスが上手くなりたいです。選手たちだけではなく作品に登場する人気キャラクターの地元自治体も会場に集まりました。立花兄弟の秋田県鹿角市や松山光の北海道富良野市など全国6つの地域が特産品を売るテントを出展し、作品を通じた地域交流を図っていました。関東近辺のチームだけだったんですけど、将来的には本当に全国からだったり本当に世界からこう子どもたちに集まってもらって、葛飾の魅力を伝えたいし、葛飾区は今後もこの大会を毎年開いて地域を盛り上げていきたいとしています。